2016年初め、フィリピンのパラワン島の観光庁で大騒ぎになった事件がありました。その事件の始まりは、ある漁師が幸運のお守りだと言って家に保管していたものを観光庁に預けたことでした。今ご覧になっているこれこそがそのものです。もしやと皆さんが予想されているもの、海が生んだ宝石と言われる、そう、真珠です。この真珠の重さは 34kg、 価格は1億ドル、なんと100億円を超えると推定されています。このとてつもないほどの高額な真珠の持ち主である漁師は、10年前に魚を捕まえに行った時に海で拾ったものの、その当時真珠の価値を知らなかったため、幸運のお守りとしてベッドの下に10年間保管していたというのです。そして10年以上ただ保管していましたが、漁師の家で火事があり、少しの間真珠を観光庁に預けることになりました。これを見た観光庁の職員アムラオさんは尋常ではないと思い、この巨大な真珠の宝石鑑定を依頼しました。このような紆余曲折の末に世間にお目見えすることになったのです。ところで、真珠がこのくらいの大きさだと、これを生み出した貝は一体どれほど大きいのでしょうか。これくらいのサイズの貝が巨大真珠を作り出したといいます。この大きな貝はオオシャコガイといって、とてつもない大きさを誇るこの貝は、体長は最大120センチ、重さもまた200キログラム程度まで育つといいます。この並外れた大きさが原因で奇妙な噂が流れたんですよね。南太平洋で語り継がれる話には、オオシャコガイがいる場所で泳ぐと丸飲みされるというものがあるというのです。なので、オオシャコガイには人食い貝、殺人貝のような恐ろしい別名が付けられたりもしたんですが、実際にはいくら探しても、オオシャコガイのせいで命を失ったという記録は全く出てきません。人を取って食べそうなビジュアルではありますが、オオシャコガイはその大きな体に似合わず、小さなプランクトンを摂取すると言います。そして専門家たちが言うには、オオシャコガイは構造上人を丸飲みにすることができないんだとか。貝殻を閉じる筋肉が早くは動かせないので、慌てさえしなければ十分に事故を防止できるとのことです。おそらく貝が人を食べたというのは、恐ろしい見た目のせいで生まれた話ではないでしょうか。しかし他の貝と違って、いつも口を開けているオオシャコガイは、光が遮断されて影ができると貝殻をすぐに閉じてしまう特性があるため、もしダイビング中にオオシャコガイに出会うことがあっても近寄らない方がいいということですね。しかしここで気になるのは、なぜオオシャコガイは口を開けているのでしょうか。その理由は、オオシャコガイが太陽光からエネルギーを摂取しているからです。植物でもないのに光合成すんのかと思われるかもしれませんが、オオシャコガイが太陽光から栄養分を得られる理由は、褐虫藻という共生している藻類のおかげです。貝を色とりどりにしてくれる褐虫藻は外頭膜に付着し、光合成でエネルギーを作り出し、オオシャコガイに供給するといいます。オオシャコガイはプランクトンと褐虫藻から得た栄養分で平均100年以上も生きるので、海中に多くいると思われがちですが、政府がゾウの密漁を禁止したことで個体数が激減したといいます。急にゾウ？と思われるかもしれませんが、もともとゾウの象牙で作られていた耳飾りやシャンデリアのような装飾品を違法に捕獲したオオシャコガイの貝殻でも作るのだと言います。近年もフィリピンのパラワン島で違法に捕獲したオオシャコガイの貝殻150トンが大量に発見されるなど、オオシャコガイの命がますます脅かされていると言います。早く心ない密漁がなくなり、100年後にもオオシャコガイを見ることができたらいいですね。今日はものすごい大きさと、それにふさわしい真珠を持つオオシャコガイについて調べてみました。ご視聴ありがとうございました。